さあその津波からシュートに行く、ここは得点になりました。最初の得点です。ここもピボット通してシュート決まった。24番の津波がもう速攻走っている。ボールが繋がって流れながらシュート決まった。ここは強い4番の田村美咲。そしてここは間割れていった。得点になります。11番の徳永さんのシュートに行った。ここはキーパーセーブ。今は福山が高いその上背を生かしながら、14番の谷遥か、そして縦突っ込んでくる。シュート決まりました。シュートに行った。決まりました。狙いすましたシュート。15番の青玲子。18、20と年代別の代表も経験している。さあそして津波のシュート、ループシュート決まった。落ち着いている。もう一度シュートに行って決まりました。これで24点。